西千歳ソードマン、千歳ソードマン、東キリダンサキリダンサ、西方大関千歳ソードマン、千歳市出身千歳部屋、東方横綱キリダンサー、埼玉県出身ホボピンベーヤ、呼び出しは大助、行事は海坊主。本日結びの一番であります。牛乳パックで紙相撲実況中継。平成25年3月4月場所8日目の結びです。横綱キリダンサーと大関千歳ソードマン、この一番キリダンサーが敗れますと、その瞬間、先ほど勝ちました前頭14枚目後楽園の初優勝が決まります。キリダンサー、新横綱として3日目以降は5連勝、横綱として優勝戦線にしっかり絡んではきました。ですが、常に追いかける立場となってしまった今場所です。相手は千歳ソードマンです。千歳ソードマンは序盤は良かったんですが、5日目からは3連敗、優勝戦線からは脱落しています。特に7日目後楽園に敗れています。過去対戦すべていぞりでソードマンが勝っています。キリダンサー一度も勝ったことがありません。苦手な相手がこの終盤でということになってしまいました。前回対戦11月場所の様子ご覧ください。まあ常にいぞられてということになるんですけど、立ち合いがこうなんですよ。あっという間ですけど、この一番は初めて千歳ソードマンがやや傾いたという、そうですね、後ろ側にやや倒れたという、3回の対戦の中で最もキリダンサーとしては惜しかった一番でした。で、横綱になって少しキリダンサーの相撲も変わってますからね。そうですね。なので、こうやっぱりまあ千歳ソードマンに対しても浴びせ倒しっていうのは変わらないとは思うんですが、まあただただ、やっぱりこう足の方に意識して、浴びせっていうのはもう横綱になってからはそういうこともできると思うんですよね。なので、ちょっとそういうのを期待したいですね。立ち合いから前に出る押す相撲っていうのもはい。このところはありますからねと言った矢先ですけど。ただね、この体格差ですから、押すっていうのは難しいかもしれないですね。前回対戦の時もこのように立ち合い前に浴びせるっていうことがありましたが、相撲を取る前からいぞられてますけど、どうしたらいいですかね。前回対戦も全く同じ状況がありました。しかも前回の時よりも悪くなってますね。傾いてないですね、完全に。そうですか、ね、取り困り組みました前にね。同じ状況が前回もありました。見たくなかったですね。そうですね。前に出るという質問も このところは見せています。横綱です。キリダンサー負けるとその瞬間優勝が決まります。左キリダンサー、右千歳ソードマン、制限時間いっぱいです。両者もやって、教員のことぶつかった、見せたがいぞり、千歳ソードマンの勝ち。ただいまの決まり手はいぞりで千歳ソードマンの勝ち。この瞬間、平成25年3月4月場所は8日目で優勝、後楽園に決まっています。 出てきました。 見事な優勝を決めた後楽園ですが、キリダンサーが今日敗れています。解説みぼうずさん、まあこうなりましたね。なるべくしてという感じもありますこうが。なりましたね。いやー、勝てないですね、千歳ソードマンには。
このところね、すぐ浴びせないっていうのが、うん、だいぶ板についてきたんですけど、なぜソードマンにはという もう今日に関してはね、もうねだいぶ入れ込んでたので、誰が相手だったとしてももう多分浴びせ浴びせでいったような感じしましたね。そうでしたかね、ちょっと期待したところもあったんですけども。そうでしたね、横綱になってちょっとやっぱり一皮向けたところ見たかったんですけどもね。そうですね、いつもと同じでしたね。そうですね、完全なる同じ感じでしたね。ね、二場所空いて、ね、磨きがかかった横綱かと思ったんですが、ちょっとこの弱点どうにかしたいですね。そうですね、苦手な相手は作っちゃいけませんからね。そうですね、横綱として、うん、千歳ソードマン勝ちまして5勝3敗、こちらは勝ち越しを決めています。敗れてキリダンサーは6勝2敗、この瞬間映っていますけれどもね、後楽園が8日目にして、まあ、牛乳パックで紙相撲は平成21年9月から始まってますけど、8日目にしての優勝は初めて、うん、史上初ということになりました。で、まあ、千秋楽がまだありますので、はいと思うんですが、優勝の声を聞けますかね。インタビュールーム呼びましょうか。ぜひ優勝のインタビューをしましょう。放送席、放送席、あ、皆さんぜひ、質問もよかったらお寄せください。放送席、放送席、史上初、千秋楽待たずしての優勝、後楽園関です。おめでとうございます。いや、びっくりしましたよ。いやー、キリダンサーの相撲を見てたんでしょうか。いや、見てましたね。あ、そうでしたか。そうでで。ねえ、優勝が決まった瞬間何を思いました。いや、今日優勝すると思ってなかったから、実は今日勝負パンツじゃないのに。そうですか、優勝決まってしまったので。パンツ、おかしなこと言いましたか。勝負パンツじゃないので。回しを、今日は回しつけてますけど、はい、今日ここの会場に来るまでには勝負パンツじゃなかったので。ああ、そういうことですか。ああ、そういうことですか。見事な、まあ、全勝、あとは千秋楽白星で、どうですか、史上2人目の全勝優勝。いや、ここはやっぱり目指したいところですけれども、はい、何はともあれ今日はエビフライを食べてぐっすり寝ます。そうですか、まさにそのコメント来てますよ。ご質問ありがとうございます。焼きみりもさんからは、エビフライは何百本食いますか。230本食います。あ、そうですか、230本。23歳ですから。エクシンさんからは、横綱と戦える準備はありますかという。いや、もう、もし横綱と戦うとしたら、その時はもう勝負パンツ履いてきます。ねえ、初土俵の優勝はのっぽろえもん以来というコメントも届いております。ありがとうございます。これね、公式の方のデータでは、後ほど調べておきますけれども、千秋楽の時にはお伝えできるかと思います。いや、見事でございました、後楽園。岡山県の皆様に一言お願いいたします。いや、 やっぱり世の中何が起こるか分からないので、恥ずかしくないパンツを履いてきてください。おめでとうございます。後楽園関でした。放送席どうぞ。いや、なんか僕おかしなこと言ってますか。見事な優勝、初土俵、新入幕での優勝となりました。まあ、8連勝文句なしの優勝と言えますね。素晴らしいですね。そうですね、初日から、まあ、危ない相撲が全くなかったわけではないですけどね。でもしっかりとピンチになっても逆転する相撲も中にはありました。そうですね、見事な優勝でした。まあ、史上初、これで千秋楽優勝争いという言葉がもうなくなっちゃうんですけどね。そうですね、あとはだからそれぞれのね、力士たちの、まあ、来場所に向けてどの位置になるかとか引退とか、そうですね、まあ、その辺にちょっと期待したいところですね。そうですね、まだ、3月4月場所は終わりません。千秋楽の取り組みが残っております。はい、ですが、その千秋楽を待たずして3月4月場所、後楽園の初優勝が決まったという、そういった中継をお届けしました。実況担当、私山田大輔、そして解説、行司叩き役は海坊主でお送りしました。千秋楽の取り組みでお会いいたしましょう。さようなら。